人間の世界は光と闇で分かれている世界でした。光の使徒と闇の使徒はそれぞれ独自の存在権を持ち、お互いにそれを犯すことも触れ合うこともありませんでした。しかし大陸歴1715年、竜が総空に舞い踊った日、闇の王メディシスは突如闇の軍団を率いて光の世界へと宣戦布告。その戦争は全大陸を戦火に巻き込み、100年もの間続きました。光の世界の人々は最後まで抵抗を続け、結局魔王メディシスの侵攻は失敗に終わりました。聖魔神殿での最終決戦にて、光の王の捨て身の攻撃によりメディシスは倒れました。再びこのような惨禍が起こらないよう、当時の光の一族は絶対魔法陣の力を使い、力の限りを尽くして闇の一族を時空の果てに封印。こうして全ての災いは終結しました。誰もが知っているおとぎ話です。しかしこれが真実なのでしょうか。いらっしゃいましたか、イリス・メディシス殿下。ハチェット先生。恐れているのですか、お父上の誇り高き血を受け継いだあなたが。これがあなたの運命なのです。勇敢に立ち向かってください、我が神聖魔王よ。ハチェット先生、我の召喚に応じ、いでよ、古き闇の一族の勇士たちよ。このわしを倒しなさい。その星の天魔人がわしの魂により覚醒すれば、あなたは魔王の名にふさわしい存在となります。我が闇の一族を導く神聖魔王よ、これが最後の試練です。どうして先生と戦わなければいけないのですか。どうしてこの天魔人の覚醒に先生の魂が必要なのですか。先王のメディシス様が聖魔神殿でお亡くなりになった瞬間から、すでに運命は決まっていました。あなたを養い、教育し、そして魂を捧げることこそが、このわしハチェットが存在する理由なのです。犠牲になるために存在する人なんて誰もいない。全ての命はこの世界を生きるために生まれてきた。そう教えてくれましたよね。占いには明確に示されていました。天魔人の力を解放し、召喚に応じることで我が一族が解放されると。天魔人の力を解放するためには、その天魔人を覚醒へと導く闇の魂が必要です。この絶望的な時空の果てに、わしほどの純粋な闇の魂を持つ者は他にいません。まだ他の手段があるはずです。ハチェット先生が死んでしまったら、どうやってみんなを引っ張っていけば。イリス殿下、あなたの成長を見届けてきたわしには、すでに準備が整っていることがわかるのです。
あなたはメルシス様にはない優しさをお持ちです。今後何があろうともその気持ちを忘れないでください。それこそが闇の一族を救う鍵です。ハチェット先生に殺したりなんかしません。先生は私にとってこの天魔人より大切なんです。落ち着け。私、相手はハチェット先生。焦ったら先生には勝てない。落ち着いて。ハチェット先生が召喚した敵の数を確認して。青色のマスにいるのが味方、赤色のマスにいるのが1、2、3。ハチェット先生も入れると敵は4人。よし、行こう。リベレーターをタップすると周囲のマスが濃い青色の近距離移動の範囲、濃い青色の範囲に移動すると1回で移動できる範囲はタップしてリベレーター情報を確認。私、イリスの移動力は2だから1回の近距離移動で2マス移動できるよ。RP を4ポイント消費して遠距離移動すれば最大4マスまで移動できるよ。タップしてリベレーター情報を閉じよう。移動可能範囲を表す青いマス以外に赤色で表示されているマスもあるね。ここをタップすると RP を追加で2ポイント消費して移動と同時に通常攻撃ができるの。まずはハチェット先生が召喚した魔獣を先に倒して戦力を削ろう。死になさい。闇の教えを聞き平伏せよ。指定するとスキルの発動に必要な RP を消費してその場でスキルが発動できるよ。橙色のマスはスキルを発動するために移動が必要な場所、移動に必要な RP とスキル発動に必要な RP がそれぞれ消費されるの。前方の魔獣をタップして攻撃スキルを発動しよう。他の連中とは一味違うってこと。今度はこっちのスキルをタップして範囲攻撃スキルを打とう。範囲攻撃スキルを選択して使用位置を指定するとダメージを与えられる範囲が赤枠で表示されるよ。これならいける。はあ。使用位置を指定して範囲攻撃スキルを発動しよう。マドロッコシールは嫌いなの。すぐ終わらせてあげる。闇の教えを聞き行くぞ。さすがハチェット先生、召喚魔獣ですら倒すのが大変。スキルを使ってもダメージが通らないなんて、どうしたらハチェット先生を止められるの。そうか、天魔人。試してみよう。天魔人、我を主と認めたまえ。我が呼び声に応えよ。攻撃スキルを受けたりスキルを発動すると CP が溜まっていくよ。 CP が最大まで溜まると奥義が発動できるようになるの。タップで奥義を発動してハチェット先生を止めよう。魔王イリスがいる限り負けるわけないでしょ。ハチェット先生。
強くなりましたな。真の苦境に立たされた時、やはり天魔人があなたに答えていました。ハチェット先生、わしの命を終わらせてください。今後はいつも天魔人と共にあります。ハチェット先生、嘘はやめてください。天魔人と共に生きるなんて不可能です。天魔人は魂まで食らい尽くします。イリス殿下、戦王が敗戦して以来、我が闇の一族はこの時空の果てに封印されています。この強大な封印を解くことができるのは、あなたと完全覚醒した天魔人のみです。天魔人は殿下の力を認めました。あとはわしの闇の魂を注ぎ込めば、一時的に光の一族の封印を切り開き、殿下を光の世界へと導いてくれるでしょう。昔先生がおっしゃったように、封印を破れるのはあくまで一時的なんですよね。天魔人の力をもってしても地上へ送り込むのは一人か二人が限界なんじゃないですか。たった一人二人を地上に送り込んだところで、本当に闇の一族を救い出すことができるんですか。それは希望です。今のまま何もしないわけにはいかないでしょう。希望、ハチェット先生が犠牲になったから希望が生まれる、私はそんなの信じません。理解できないです。わがままを言うのはおやめなさい、イリス殿下。予言に従い、天魔人の力を解放しなければ、この時空の果てから離脱することはできません。これが我々の唯一の希望なのです。そんなちっぽけな希望のために、ハチェット先生が犠牲にならないといけないなら、私はそんなものはいりません。イリス殿下、これはあなたの使命、メディシス様の娘としての運命です。ばっかり。天魔人の力を解放するのが運命だというのなら、ハチェット先生の命を奪わなくても、私が自分でその力を解放してみせます。私にだって父上から受け継がれたとびっきり純粋な闇の魂があるんだから。おやめなさい殿下、それはいけません。分かってきました。先生、さっき言いましたよね、これが私の運命だって。運命なら私がここで命を失うはずがありません。殿下、いい加減にしてください。これなら別にわがままじゃないですよね。運命なら仕方ないですもんね、ハチェット先生。ダメです、あなたの魂は違います、イリス殿下！なんだ？これは一体。ジョーカー。感じました、天魔人完全覚醒。これはイリス殿下が自らの力で天魔人を覚醒させるとは、そんなことあるはずが。本当に不思議だ。もしやそれは殿下のお体に。あのお方とは無関係でしょう。イリスお嬢様だからです。そうだな、もしかしたら我々の天気がようやく来たのかもしれん。そうだな、ジョーカー。
どうぞ休養に専念してください。すでに運命の歯車は回り始めました。これからは私がイリスお嬢様を支え宿願を果たします。ああ、予言が当たったというなら我々が理想郷に帰る日も近いだろう。兵の状況はボスの予測通り追ってきたっすね。数は6、小規模な部隊だと思うっす。6人か。よし、計画通りにこの辺りの地形を利用して撃退するぞ。その後小道へ迂回してシャルテヤに向かう。おお、ようやく満足に体を動かせそうか。獲物として追い詰められるより狩人の方が向いてるような気がするぜ。ほら、バートさんたら怖い顔してます。戦闘ではくれぐれも気をつけてくださいね。むやみに敵陣に突っ込むなんてあまりにも危険です。どれだけ危険だろうとミアがサポートしてくれるなら大丈夫だ。いくらミアが信頼できるからって自分の身も守れないような奴を支援してたら自分まで危険にさらされるだろうが、指示はちゃんと聞け。うわっ、怖えな。はいはい、冗談だって。ちゃんとボスの指示に従うさ。安心してくれ。いまいち信用できないな。ミア、こいつがまた無茶してたら無視していいぞ。できるだけ皆さんをサポートできるよう頑張ります。それがミアの責務ですから。わかったよ。ボス、そろそろ見えるっすよ。ぼちぼち準備始めます。ああ、潮時だ。命令通りに準備してくれ。太郎、そっちの丘上で待機しろ。その自慢のスリンガーと地形の高低差を利用して帝国軍に一発かましてやれ。俺もウッドローに同行して同時にスキルで帝国軍の奴らに攻撃する。移動と跳躍で高所に行って待ち伏せするぞ。ここに高度が表示されている。移動したい場所をタップするとその場所の高度も確認できるぞ。一度のジャンプでどれだけの高さを登れるかはそのリベレーターの跳躍力によるんだ。タップしてリベレーター情報を確認しよう。跳躍力が1なら1回のジャンプで1つ上の高度のマスまで登れるぞ。タップしてリベレーター情報を閉じよう。問題ないな、ウッドロー。了解っす。よろしくお願いします。ウッドローをタップして待ち伏せ場所まで移動させるんだ。よし、今回も無事に生きて帰るっすよ。決定をタップすると移動か。いいっす。ほら、次は俺を待ち伏せ場所に移動させてくれ。決定で移動完了だ。問題ない。次は丘下で帝国軍を足止めするぞ。帝国軍が防衛ラインを突破してしまったら作戦は失敗だ。バート、お前は通路を塞いでくれ。指定の位置に移動して ZOC を利用して足止めしよう。前方に敵がいる場合移動可能範囲が制限されてしまう。味方、それじゃあ頼むぞ。ああ、ネズミ一匹通さないさ。任せとけ。バートを指定の位置まで移動させよう。決定をタップして通路を塞いでくれ。ミアとダイナはバートの後ろで遊撃だ。状況を見てバートと協力しろ。ラジャー、ミア全身全霊で行きますよ。ミアは私が守る。安心してくれ。
ダイナー、ミアだけじゃなくてバートも頼む。とにかく今は帝国軍を素早く始末することだけ考えろ。いってよし、ボス、配置完了だ。ボス頑張るっすよ。もう少しっす。バーと兄貴はもう準備ができたっすから、こっちが配置につき次第始められるっすよ。大した坂じゃないくせに、登るとなると案外きついもんだな。高い位置から低い位置にいる敵に攻撃すると、高低差により攻撃力とクリティカル率に補正がかかり有利になるぞ。逆に低い位置にいるときは、できるだけ高い位置から攻撃を受けないように気をつけろ。また高低差による攻撃の補正は物理攻撃にのみ影響する。魔法攻撃には補正はかからないんだ。代わりに魔法攻撃は地形の高度制限も受けない。物理攻撃の場合は武器種により高度制限が存在する場合があるぞ。つまり聡明な俺様はいち早くその法則に気づき、まず高所を制することで。ボス調子に乗ってる場合じゃないっすよ。このままじゃバーと兄貴が持ちこたえられないっす。やっべ、すぐ行く。見せますっすね。絶対に勝つ。どけ。ミアに任せてください。俺が行く。この程度。俺が行く。リーダーだ。ほら、行くぞ。問題ない。問題ない。いってー。俺が行く。よっしゃ、一丁上がり。少し手間取ったが、帝国の追手は始末できたみたいだな。迂回してシャルテアに向かうぞ。はいはい。でもどうして帝国軍の追手が来たんでしょうか。ミアたちの動向は何も知られていないはずですけど。ジョーステンさんがシャルテアへの支援を決めた時点で、シャルテア防衛のため軍をよこすことは想定していたんだ。だがまさかここまで早く動くとはな。そんなに派手な動きはしていないはずだが。確かに軍隊って規模じゃないが、ボスは何たってあの有名なショーエルシャス様だからな。帝国一の賞金首なんだ。帝国でボスのことを知らない人なんていないんじゃないか。それはそうだが、俺は目立つようなことなんて何もしてないだろ。本当にそうなら、昨日みたいに街で女性をナンパしてその旦那がキレて追いかけてくるなんてことは起こらないはずだが。それは、そう、情報収集だ。俺はただ住民から情報を得る最適な手段を取ろうとしただけで、向こうが勝手に誤解しただけだ。この旅の中でその誤解は何回目だ。言ってみろ。本当に誤解だっての。なあ、ミアも何とか言ってくれよ。
出発してから現在までに婦人から少女まで計17回全て女性、誤解とは思えないです。そしてその度に毎回ミヤが謝って。反省しろ。はい、ごめんなさい。ウッドロ、さっきからずっと黙っているみたいだが、何かあったのか？ああ、いや、さっき帝国軍と戦ったじゃないっすか。何かおかしいなと思って。さっきのは6人編成の部隊だったっすけど、装備が少なく感じるんすよ。もしかしたら戦闘部隊じゃなくて窃盗部隊の可能性も。地面に発信機、やはり窃盗か。しかもこの気象は第四将軍率いる連隊、一般兵じゃないぞ。ウッドロ、こいつらが来た方向を警戒しろ。あの煙は帝国軍の飛行魔装工兵っす。こっちに来るっす。くそ、手を出すべきじゃなかったか。だが飛行魔装工兵はこの地形では役に立たないはずだ。昨日鉄道庁の人から聞いた通りなら、この辺りに古代の神殿があるはずだ。確かこっちの方角だった。ダメ元だが、かけてみよう。よし、お前ら俺に続いて向こうに走れ。町で聞いた古代の神殿ってのはかなり古そうだ。でもこの感じ、妖精の森に似ている。ボス、帝国軍が来るっす。ね、ボスを疑うわけじゃないんだが、こんなところに撤退すると、黒のネズミじゃないのか。ボス、本当にここで帝国軍を迎え撃つのか。うるせえ、俺の判断を疑うんじゃねえ。今考えてんだよ。ボスが動揺してるだと。こりゃやべえかもな。大丈夫です、ショーならきっと何とかしてくれますから。ミア、ライムさん、私を信じてください。そしてショーのことも。ああバートさんとウッドローも。ミア姉はそう言うけど、やっぱり不安なものは不安っすよ。ボス、かなり緊張してるみたいだが、本当に大丈夫か？やばい、完全に罪だ。こんな場所でどうやって迎撃する？古代の神殿ってのが隠れられる地下通路くらいあるんじゃないかと思ったが、どう見てもそんなもんなさそうだぜ。ショーエルジャス、なんとかしろよ。足元に召喚魔法陣、追っ手が来たぞ。あなたたちがシャルテアの援護に向かうと予想して、鉄道庁の東に石膏を送ったのだけど、正解だったよね。しかも帝国の最大の敵ショーエルシャスに会うなんて。帝国軍、しかも皇帝直属の
行為な。ボス、この状況どうするんすか。指示が欲しいっす。やばいっす。反抗軍の皆さん、ショーエルシャスの身柄を引き渡しなさい。そうすればあなたたちに危害は加えません。そう簡単に隊長を渡すと思うか。冷静になってください。あなたたちの装備と人数では魔装工兵に勝つことはできません。無駄な抵抗はただの自殺行為です。どうして私たちに選ばせるんですか。そこまで言うのなら私たちを殺してしまえばよかったんじゃないですか。皇帝陛下は人を殺すことを望んではいません。皇帝ファリダーが殺しを望んでいない。笑わせる。ショーエルシャス、貴様らの陛下が殺しを望まないってんなら、北方大陸のこのむごい戦争は何なんだよ。全ての戦争を終わらせるための最後の戦争です。そのためにより大きな戦争を起こすってわけか。ああ。なあ、俺の身柄を確保するとか言ってたが、あんたにできるのか。帝国のルナリア四将軍の一人デニアン・シャロー、俺の足元の魔法陣をよく見ろ。我が要求に応じ権限せよ。眠れる古代魔人よ。我超エルシャスは我が全てと引き換えに今契約を結ばん。これは魔獣召喚呪文。くそ、ダメか。間違ってはないはずなんだが。ボス、冗談っすよね。もしかしてマジなやつっすか。うるせえな。ちょっとミスっただけだろ。これは強大な魔力の反応です。もしかして成功したのか。本当に来れちゃった。ここが人間の世界。全然実感湧かないよ。私たちのところとそっくり。ええ、ですがここの空気は光に満たされています。人間の世界で間違いないでしょう。マジで出てきたっすね。あれがボスが召喚した悪魔。おそらくな。お前らは俺が召喚した悪魔で間違いないんだよな。人間。私たちがここに来たのは天魔人の力ですね。人間からすれば召喚に応じて呼び出されたように見えるでしょう。偶然ってこと？ええ、偶然です。とはいえこれは好機。うまく利用してこの世界に溶け込みましょう。オッケー。お二人さん。はいはい、何すればいいの。え、あれ、何か間違っちゃった。なんかすごい驚いてるみたいだけど。
素直すぎなんです。逆に怪しまれてしまっているのではないでしょうか。めんどくさ、そんなのいちいち気にしてらんないよ。ちょっとそんな驚かないでよ。あなたが私たちを召喚したんでしょ。さっさと命令出してよ。ああ、そしたらあいつらを止めてくれ。俺たちが出口に着くまで押さえてくれればいい。了解、行くよ、ジョーカー。仰せのままに、イリスお嬢さん。これが古代の悪魔？嘘だろ。今回はジョーカーも手伝ってくれるし、気楽に行こっか。油断は禁物です。分かってるって。ウッドロー、バート、お前らさっきの戦闘で消耗してるだろ。指示があるまで待機だ。俺が合図を出したら全力で目標地点まで駆け抜けろ。ミヤもお助けします。そうだ、そこの人ショーエルシャスだ。名前で呼べ。言い方なんてどうでもいいでしょ。そんなことより目標地点ってどこ？あそこです。目標地点が示されているマスがあるのが分かりますか？目標地点が存在する場合は勝利条件が変化しますから、しっかり確認してくださいね。メニューをタップして勝利条件を確認しましょう。ショーが目標地点に到達するという勝利条件が出現しました。この場合、ショー以外のリベレーターを目標地点に移動させても勝利にはなりません。また敗北条件にはショーが撤退するという条件が出現しました。ショーの HP がゼロになってしまうと、ショーは戦場から撤退してしまいます。その場合、この戦闘に敗北してしまいます。メニューは閉じて戦場に戻りましょう。戦況をうまく判断して、ショーを無事に目標地点まで導いてください。来て俺のことを。ショー？なんでもない、どうやって突破しようかと悩んでいるだけだ。そうだ、戦術指令があるじゃないか。ターン終了時までに消費されなかった RP は TP に変換されるんだ。ターン終了時に残っていた RP が少ないほど TP への変換効率は高くなるぞ。戦術指令のゲージは全員共通だけど、リベレーターにより戦術指令を使用する際の消費 TP は異なるんだ。 TP が溜まってきたら戦術指令を発動してみよう。タップで戦術指令を発動して味方全員の士気を上げてくれ。反撃の狼煙を上げる時が来た。ないけど、そういうことだから。悪いけど倒されてよね。この女の子がショーエルシャスが召喚した悪魔、どこからどう見ても人間じゃない。まどろっこしいよ。大丈夫、大丈夫。今だ、ウトロ、バート、ダイナ、フォーメーション S、 一気に突破しろ。了解。まずい、出口を塞いで、逃がしてはダメ。あなたの相手はこの私、よそ見しないで。なんてしつこい悪魔なの、私に西洋人の力を使わせるなんて。西洋人？マジでその剣が共鳴してる。この
下がりなさい、悪魔。手がしびれて。すぐ下がったから大丈夫だったけど、あの剣危険すぎない？イリスお嬢様、先ほどの方たちはすでに撤退しました。私たちはこの世界のことを何も知りません。彼らについていくべきと考えます。分かった、ここは引こう。逃がさないで、追いかけるわよ。みんな、ここまでにしましょう。みんなもう限界みたいだから。この機会を逃すのはもったいないけど、みんなが無事なのが一番大事だから。陛下なら理解してくださると思うから。それにしても、悪魔が持っていたあの剣、西洋人に強く反応していた。あれは一体。僕もうダメっす、ボス。ああ、いくら戦えるっつってもこれ以上はさすがに無理だ。ダイナさん、大丈夫ですか？このままじゃまずいな。ミア、通信魔法を頼む。上船に支援を要請したい。わかりました。タップして召喚システムに入ろう。ああ、次からは正式な手順で要請するよ。オンに切るぜ、ボス。よし、増員の許可が下りたぞ。しかも今回は特別に、増員にかかる費用は上司屋が全額負担してくれるらしい。本当ですか？よかったです。10連召喚で人員増強をしよう。確認を押すと召喚が始まるぞ。召喚が始まるぞ。13部隊のウッドロン偵察。私はベリー、ルナリア帝国の孤児院。結婚。第13部隊か。まあ面倒事を起こさないなら別に。アイシスと申します。私のことを存じているかもしれませんが、好、かつては飛行騎士団。哦，这个很大，可以。過去のことはいいでしょう。可是他是阿卡。今の私はルナリア帝国とは無関係の人間です。你是要讲多久？讲完了。还有。OK。反抗軍第13部隊。好，拜拜。第13部隊。掃除などご用件がございましたら。何なりとお申し付けください。反抗軍第一。怎么觉得我又抽到蛋卡？ダイナ、お前が新しい仲間か。阿卡看得出来。但我蛮喜欢他的。私に迷惑をかけるな。それだけだ。我蛮喜欢他的人设的。私はハイドランジア、反ルナリア帝国組織第6部隊隊長よ。これからよろしく。欸，这个是每一次第一次死抽一定是抽中这一只吗？好，其实我也不知道到底好不好，随便了。是否要重新招募？可以重新招募、哦、OK。 好，
在第一次进行游戏到手抽的部分，可以直接重新再刷一次，省下一堆时间，还蛮不错的。官方都知道我们要干嘛。无限次，就刷到你爽为止。怎么又是你？这次到底好不好？拜尔。再刷一次。怎么都是你？奥尔瑟亚，哎，就是这只。那就，然后我们抽到这个奥尔瑟亚，这个 SSR 的奶妈，真的是奶妈，米娅、哦。好，不然我们拼这个奥尔瑟亚跟再一个 SR 的米娅，好不好？不是，这样是两只奶妈了呢。对啊，三个，刚好三个 SR， 好。好，我们再来一次。所持しているリベレーターが召喚から出てきた場合、そのリベレーターの突破に必要となるコンペンが入手できるぞ。よし、増援も来たし、休憩もできた。そろそろゼオに向かって出発しよう。タップして召喚を終了しよう。命拾いしたな。今回ばかりはさすがにダメかと思ったぜ。ミアはショーを信じてってずっと言ってましたよ。そりゃそうっすけど、今のうちにチャルテアに向かう準備をしないといけませんね。先に進めててもらってもいいでしょうか。ミアとショーは魔族のお二人と向かいますから。気をつけて。ありがとうございます。心配はいりません。俺はショーエルシャス、反ルナリア帝国組織第13部隊の隊長だ。私はイリス、こっちはジョーカー。はい。お前らは魔族か。魔族？人間は私たち闇の一族のことを魔族って呼んでるの？ああ、まずかったか。まさか本当に召喚できちまうとは。しかも二人も。なんでもない。気にしないでくれ。一つお聞きしたいことがあります。ほい。今は大陸歴何年でしょうか。ジョーカー？今は1915年です。それがどうかしたんですか。いえ、何でもありません。気になっただけです。1915年ってことは、聖戦が終結してから200年くらい。え？そういえば、俺は何を捧げればいいんだ。はあ？召喚に応じたんだ。何らかの契約の印が必要なんじゃないのか。契約の印？何それ。は？傭兵を雇う際に使用する契約書の類のものです。え？ああ、
に言っとくわ。もし印が俺の命だってんなら断固拒否してるぞ。命？人間の魂を契約の印としてもらうって魔族ならよくあることじゃないの？え？なんで私たちが人間の魂なんか食べなきゃいけないの？え、違うのか？そんなこと知能がない魔獣くらいしかしないけど。まあいい、話を戻そう。印として何が欲しいんだ？じゃあ、あなたにとって一番大切なものは何？な、それを契約の印にしよう。命だけは渡さねえって言ったはずだが。私だって魂なんか食わないって言ったけど。わかったよ、これを持ってけ。これはネックレス？ああ、ジョーカー見て、すごく綺麗。水晶の中に青い光みたいなものが入ってるけど。ええ、そうですね。でもこれが本当に一番大切なものなの？私が欲しいのはあなたの命よりも大切なものだからね。ああ、命より大切だ。だから絶対になくすなよ。このネックレスが命より大切なの？ああ、神にでも誓おう。俺は嘘はついてない。もしお前がこのネックレスを壊したら、俺は命を捨ててでもお前を殺す。な、何それ。自分が契約の印だって渡してきたんでしょ。このネックレス、中に魂が封印されています。え、つまりこの青い光が魂の結晶ってこと？はい、かすかにではありますが感じます。そういうことなら、この人が言っていたことは本当かもしれない。ショーエルシャス、うん、これが人間なの？私たち一族を時空の果てに閉じ込めた人間。ステータスとスキルを確認しよう。編成を決める際は、各リベレーターの属性、ステータス、スキルの確認が大事だぞ。属性には地、水、火、風、光、闇の6種類があって、それぞれ有利、不利の関係を持つんだ。リベレーターのステータスは9種類。攻撃力には物理攻撃力と魔法攻撃力があるんだ。攻撃するときはまずリベレーターの攻撃力と武器のダメージ係数を掛け合わせ、その計算結果を敵の防御力で割った値が最終ダメージになるぞ。リベレーターが持つスキルには固有のスキルと奥義、戦術指令があるんだ。気象を装備すると発動できるスキルが増えるぞ。リベレーターの固有のスキルだけでは足りない部分を補うことができるんだ。スキルをタップするとスキル情報が確認できるぞ。スキル情報からはスキルの名称、CD、消費するものの種類と消費量、スキル説明文、射程などが確認できるぞ。虫眼鏡のアイコンをタップすると通常攻撃やパッシブスキル、気象を装備している場合は気象のパッシブスキルも確認できるんだ。リベレーター情報の説明は以上だ。次はリベレーター一覧のフィルター機能について説明するぞ。ここからは敵の属性に合わせて
その戦場に適した属性のリベレーターを絞り込むことができるぞ。このボタンからは戦力順、レアリティ順などに並び替えることができるんだ。右側の、またもし自分の持つリベレーターの強さが信じられるなら、お任せボタンから指定した条件の最大戦力の部隊を自動で編成することもできるんだ。最後にリベレーターの配置方法について説明するぞ。リベレーターのアイコンを戦場の出撃マスまでドラッグすると、その位置にリベレーターを出撃させることができるんだ。リベレーターのアイコンをタップした後に出撃マスをタップすることでも同様にリベレーターを出撃させることができるぞ。こちらの切り替えボタンをタップすると、捕まえた魔獣やサポーターを配置することができるんだ。捕まえた魔獣やサポーターも出撃マスは自身のリベレーターと共通になるぞ。リベレーターの参加可能人数は4人、魔獣とサポーターは合わせて2人、合計最大6人まで戦闘に出撃することができる。切り替えボタンをタップしてリベレーター一覧に戻ろう。それじゃあこの戦場の敵に合わせて作戦準備を進めよう。準備が完了したら出撃ボタンをタップして戦闘開始だ。帝国の追手は巻いたはずだ。シャルテヤに急いで向かうぞ。シャルテヤ？北方の雪原に位置する王国です。でも今は帝国の侵略で危機に陥っているのですが、あなたは？すみません、自己紹介を忘れていました。私はミアと言います。ミア・ランフォルダー、第13部隊のヒーラーです。ミア・ランフォルダー？はい、ミアって呼んでくださいね。私はイリス、こっちはジョーカー。以後お見知りおきを。ジョーカーさんの背中にあるのは翼ですか？いえ、こちらは闇の一族で使われる魔装具の一種で、装着している間は素早く移動できるの。なるほど、闇の一族って本当に魔族なんでしょうか？魔族っていうと大きな牙に2本の角が生えているイメージでした。でもミアはお二人からは恐怖を感じませんでした。ミア、変なことを言ってしまいましたか？先ほどおっしゃっていた帝国とは一体どのようなものなのでしょうか？帝国ですか？シャルテヤを侵略して私たちを追ってくる組織です。ルナリア帝国という同じ北方大陸の国だ。政権延欲の使い手、皇帝ファリダー主導の魔装帝国だ。政権延欲？ああ、皇帝ファリダーは遥か昔に光の王が所持していた聖剣炎翼を手に入れ、さらに錬金術の産物魔装甲の技術までも手にした。魔装甲ってさっき戦ったあれか？あれは使用者の力を数倍に引き上げる錬金装甲だ。帝国の奴らが力をつけた最大の理由だな。錬金装甲？もしかして光の王アーサーが使っていた錬金外装？ん？あ、いや、なんでもない。とりあえずこれからよろしくね。アルテアに出発。待ってください、ショウ。さっきの戦いで薬品を消耗してしまいました。もしよければ町で補充していきたいんですけど。それに
どうした？フェニー、ベル、大丈夫か？ショウ、いいですか？しょうがねえな。お前の言う通り、町で補給をしていこう。確か、この辺りにゼオとかいう町があったはずだ。ん？何の音だろう？何が何の音だろうだ。何も聞こえねえぞ。イリスお嬢様、この音は右側から聞こえてくるようです。わかった、そっちに向かおう。おい待て、勝手に行動するんじゃねえ。おい、マジかよ。この魔族ども、全然言うこと聞かねえじゃねえか。勝手なことするなっつったのによ。予定していたルートから外れちまったぜ。ワールドマップでは常に表示されている街やフィールド以外にもメインクエストの進行に伴い様々なストーリーイベントが発生するんだ。タップしてストーリーイベントに入るとクエスト情報が確認できるぞ。クエスト情報からは勝敗条件、敵情報、ドロップアイテムなどが確認できる。クエストに挑戦するには AP が必要だ。 AP が足りないときは AP 回復アイテムや減少石で回復できるぞ。今はイリスとジョーカーの後を追ってこのイベントクエストに挑戦するぞ。タップで出撃だ。この人たち、私たちの前で止まってどうしたんだろう。つまり私たちから物を盗むつもりってこと？ええ、どうやらそのようです。なら逆にこの人たちに慰謝料を要求してもいいってことだよね。よかった、まだ光の一族のお金持ってないし、買い物とかどうしようかなって悩んでたから。見つけたぞ。勝手な行動するなっつってんだろ。せっかく帝国軍を巻いたのに、また見つかったら。ショウ、待ってください。ほら、人がたくさん。なんで来た？一難去ってまた一難かよ。ショウ、大丈夫、いや、心配はいらない。そうだ、さっきは緊急事態だったから言い忘れてたが、通常攻撃やスキル、奥義で攻撃するとき一定確率で魔獣を捕獲できる。捕獲率は魔獣の残り HP やレアリティ、リベレーターと魔獣のレベルの差によって変化する。俺たちに喧嘩を吹っかけてきたんだ。遠慮はいらない。全員捕まえろ。対処の難しい奴らじゃなくてよかったな。おいてめえら、音が聞こえたからって急に走ってくのはやめろ。特にお前。あんなとこに魔獣がいるなんて知らないもん。それに海なんて見たことないんだから、いなくて走っちゃうの当然でしょ。なんだそりゃ、ふざけんのもいい加減に。わっ、言葉遣いには気をつけてください。ジョーカー、いいの。確かにショウの言う通りだから、次から気をつけるね。それならいいんだ。そう、俺は話がわかる人間だからな。行動する前にはちゃんと一言知らせるから。ボス、状況が把握できたっす。さっきの戦闘の音に引き寄せられて強力な魔獣が集まってきたみたいっす。魔獣どもの大体の強さはわかるか？今の俺たちでも勝てそうか？ボス、それが正直今の状態では厳しいっすね。ここまでの戦闘で
みんな多少は鍛えられたっすけど。なるほど、言いたいことは分かった。本当はシャルテアに近づいてから使いたかったんだがな。背に腹は変えられないか。何それ。スワイプで拠点に入ろう。来た。タップでリベレーター強化システムに入ろう。こちらに所持しているリベレーター一覧が表示される。タップでリベレーターの強化画面に移動するぞ。リベレーター強化画面ではリベレーターのレベル、装備、気象、スキル、突破などの強化が行えるんだ。リベレーターレベルは戦闘で手に入る経験値だけじゃなく、経験値アイテムを使用して一気に上げることもできるぞ。経験値アイテムを使用してレベルを上げよう。うわぁ、ボス、こんな量の経験値アイテムどうやって手に入れたんすか。まさかギルドの経費を全部。おいおいおい、ちげえよ。これは上船からもらった配給品だ。本当か。マジだっての。疑うならミアに聞いてみろよ。へえ、光の一族も私たちと同じ方法でレベルアップするんだね。そのようですね。ワールドマップに戻ろう。連続でログイン、途中でログイン日数が途切れてしまった場合はタップでプレゼント、贈り物を受け取った時はプレゼントは、プレゼントはちょうどログインボーナスが届きましたのでまとめて受け取りましょう。一括受領をタップして報酬をすべて受け取ってください。物資も受け取りましたし、戻りましょうか。好，我们来第一次抽这个雷尼的主题招募卡池，拜托让我中雷尼。如果我中雷尼了，我就继续玩，多玩了几天，好不好 ？Go。好哦，好哦，好哦，那先不要了，先不玩好了，有个难抽了。啊，大家知道吧？很难抽哦。啊。はいはい。お前らが疲れてるのは分かってる。バト、先に他の奴らを連れて宿で休んでてくれ。俺はミアと一緒に新人に町を案内する。了解ボス。行くぞ、ウッドローちゃんにダイナちゃんと。それじゃ俺たちも行こう。え、もしかして新人って私とジョーカーのこと。それ以外に誰がいる。他の奴らからすればお前らは新人だろう。町民をタップして会話しよう。でも言われるかと思ってたのに、何か依頼されたよ。はい、町の人たちからの依頼はミアたちの重要な収入源なんです。あなたたち反抗軍なんでしょ。軍人なのに給料もらえないの。ショーが言うには依頼を達成すれば町の人たちを助けられるんだからそれでいいらしいです。へえ、あなたって意外と親切なんだ。当然じゃないか。なんたって俺は反抗軍第13部隊隊長ショーエルシャス。それに依頼をこなせば大抵は報酬をもらえるから一石二鳥だとも言ってましたね。おいミア、そのミアが最後に言ったのは冗談だからな。冗談。
今はこの依頼は拒否しよう。よし、町の案内はこれくらいにしとくか。宿に戻って休もう。だいぶ遅くなっちまったな。早めに休んだ方がいいぞ。ここにも夜はあるんだ。光の世界には昼しか存在しないのかと思ってた。時空の果ては今から無限とも思える時間が過ぎただけの延長線上に過ぎません。私たちの世界とこの世界には違いはありません。不思議。未来の果てから今に来たのに、ここは私たちの過去なんだね。でも天魔人が時空を切り開いてくれたのに、聖戦の終結から200年も後に来ちゃったのはなんでなんだろう。ジョーカー、もし私たちが同胞を解放できたとして、そしたら時空の果ての未来の私たちはどうして時空の果てに閉じ込められてるの？時間という概念は簡単に説明できるものではありません。私たちが認識している時間の果てとは時間の原点なのかもしれません。なんだか複雑だね。いずれわかりますよ。あ、そうだジョーカー、何でしょう？聖剣炎翼って父上が持っていた魔剣深淵と同等の力を持つ神器だったよね。その通りです。魔剣深淵の対となる光の剣です。私たちがここに来れたのは天魔人が空間の一部を切り開く力を持っているから。何か思いつきましたか？天魔人が発揮できるのは魔剣深淵の持つ力のごく一部。そのごく一部の力だけでさえ時空の封印を一時的に引き裂いて私たちが人間界に来ることができたってことは、もし時空の封印を引き裂いたのが魔剣深淵だったとしたら、封印を永久的に解くことも可能なんじゃないかな。ええ、その可能性は高いです。聖剣炎翼は魔剣深淵と同等の力を持つ。つまりもし聖剣炎翼を手に入れることができたとしたら、そうすれば一族のみんなをこの世界に返すこともできるんじゃないかな。聖戦の後父上が持っていたはずの魔剣深淵の在りかは誰にもわからない。何一つ手がかりがない剣を闇雲に探すよりは、ありかが分かっている聖剣を狙う方がいいはず。ルナリア帝国の皇帝ファリダーが持つ聖剣炎翼を。しかし今までの情報からすると聖剣を奪うのは容易ではなさそうですね。ジョーカーはルナリア帝国の強さを心配してるの？はい。もし今朝交戦したのがただの兵士だとすれば非常に厄介です。ん、ここは慎重に計画を練ることをお勧めします。ねえ、ハチェット先生は言ってたよね。私たちは運命に選ばれし者で、闇の一族を理想郷へと導く存在だって。はい。つまり私がやり遂げたいことは必ず成功するってことじゃない？運命に選ばれし者ってそういうことでしょ？そうはおっしゃっていましたが。よーし、目標決まり！皇帝が持つ聖剣炎翼を奪ってくる！
イリスお嬢様。待っててね、ハチェット先生、一族のみんな。イリスは絶対にみんなの願いを叶えてみせるから。よし、十分に休んだな。シャルテアに向けて出発だ。